ジャコ・パストリアスは、ジャズとフュージョンのエレクトリック・ベース・プレイヤー及び、作編曲家。1970年代半ばに頭角を表し、1975年には、パッド・メセニーの初リーダー作に参加。翌1976年には、ファーストソロ・アルバム、ジャコ・パストリアスの肖像を発表するとともに、ウェザー・リポートに、ベーシストとして参加。 革新的なテクニックを持ち、エレクトリックベースの中でも少数派である、フレットレスベースを用いて、アンサンブルでの花形楽器にまで昇華させたことで、知られる。フォークから、ジャズロセニアと足を踏み入れていた70年代後半のジョニ・ー・ミッチェルとの活動も有名。幼少の頃から、地元の聖歌隊に参加し、音楽的な素養を身につけていた。ジャコが7歳の頃、家族は、 フロリダ州フォートローダーデールに移住した。彼のアルバムでスティールドラムが多く用いられているのはフロリダで過ごした影響が大きいとされている。地元のバンドラスオラスブラスにドラマーとして参加していたが13歳の時にフットボールの試合中左手首を骨折してしまいドラムを続けることが難しくなりベーシストへ転向した。高校卒業後には地元で ウェイン・コクランザ・ CC ・ライダーズというソウルバンドを、はじめ、多数の R&B やジャズのバンドで活動しており、この頃に入手した、フェンダージャズベースと、その後入手した、ジャズベースのネックとボディを入れ替え、理想的な一本を作り上げ使用していた。その後さらに変更を加え、フレットを抜きパテ埋めした後に、船舶塗装用のエポキシ樹脂で、板全体をコーティング。 実際は著名なギター職人、ジョン・カラザースによって演奏可能な状態に仕上げられている。米国アコースティック社製、ベースアンプのモデル360と組み合わせ、自分のベースサウンドを煮詰めていった。ジャコは幼い頃からジャッコというニックネームで呼ばれていた。これは1950年代のメジャーリーグ名物、アンパイア、ジョッコ混乱から取ったものだった。 ネルソン・ジャッコをパドロンという変名で活動していたこともあったが、アパートの隣に住んでいた音楽仲間のアレックス・ダーキーがフランス風にジャコと綴ったところこれを気に入り、それ以降自分のことをジャコと名乗るようになった。マイアミ大学でジャコ同様に教鞭をとっていて、良き音楽仲間でもあったパッド・メッセニーの1975年に、 リリースされた初リーダーアルバム、ブライトサイズライフに、ベーシストとして参加。そして同年、ブラッドスウェットティアーズのドラマーである、ボビー・コロンビーとジャコが出会い、驚異的なベーステクニックは、デビューアルバム制作を、コロンビーに決断させた。アルバム制作作業と、並行して、約2ヶ月間コロンビーのバンドに参加し、 そこで、マイク・スターンと2年ぶりに再会し、以後の音楽活動とプライベートの両面で親しくなった。翌1976年、コロンビーのプロデュースで、ジャコ・パストリアスの肖像が発表された。フロリダにウェザーリポートのツアーで訪れていたジョー・ザビヌルに、自分のデモテープを渡すなど、ジャコはベーシストとしてバンドに参加したい旨を、 直接ザ、ザビヌルへ伝えていた。ちょうどその頃には2代目のベーシスト、アルフォンソ・ジョンソンが脱退する予定であったため、1975年12月から1976年1月に、かけての、ブラックマーケットのレコーディングセッションで、ジャコはザ、ザビヌル作の、キャノンボールと自作の、バーバリーコーストの2曲に、ベーシストとして参加した。これ以降、ジャコは、 ウェザーリポートの正式メンバーとなり、自作、ヘビーウェザー以降では、コプロデューサーとしてクレジットされるようになった。ウェザーリポートでは、単なるベーシストとしてではなく、曲提供なども含め、いろいろな意味での音楽的貢献度は高まっていた。ヘビーウェザーに収録され、ジャコのベースソロを聴くことができる、ティーンタウンでは、父親譲りのドラミングも披露しており、後にライブアルバム、 8時30分のスタジオ録音サイドに収録されている。8時30分でもジャコがドラムスを叩いている。来日コンサート時にはステージのオープニング曲としてジャコがドラムを叩いている。ミスター・ゴーンではジャコ色が若干弱まったシンセサイザーとシーケンサー主体の抽象的なサウンドになり、この頃からジョー・ザビヌルとの確執が噂されるようになった。 これ以降、ウェザーリポートのライブでは、ジョーザ・ビヌルの楽器類とジャコのベースアンプの音量が非常に大きくなり、互いが音量でも競い合っているような雰囲気だったため、会場で PA されたサウンドは、ほぼ、ロックコンサート並みの大音量だった。ウェザーリポート以外にもトリオ・オブ・ドゥームでのレコーディングセッションと、トリオ・オブ・ドゥームでのハバナ・ジャム出演や、ジョニー・ミッチェルのアルバムとコンサートツアーへの参加など、 一気に黄金時代を迎え花々しい活躍を続けていた。1981年、ワーナーブラザースレコードとソロ契約し、セカンドソロアルバム、ワード・オブ・マウスをリリース。翌1982年には、ピーター・アースキンと共にウェザー・リポートから脱退し、ジャコは自身のビッグバンドに活躍の主軸を移した1982年4月には、 ジャコパストリアスバンドとして来日公演が予定され、チケットも一般発売されたが、来日直前で病気などを理由に、急遽ツアーは中止となった。そして、同1982年8月下旬9月上旬にかけて、オーレックスジャズフェスティバルに参加する形で、ワード・オブ・マウス・ビッグ、バンドとしての来日公演を行い、各地で大成功を収めた。 この来日公演の模様は、後日 NHK 放送枠でオンエアされ、コンサート音源は、ライブアルバム、ツインズ・アイ・アンド・ツーなどにも収められている。日本側からは、東京ユニオンのメンバー数人が、ホーンセクションとして、ビッグバンドに参加していた。翌1983年5月21日と22日には、再び、ジャコパストリアスバンドとして、 東京新宿厚生年金会館大ホールでの来日コンサートが行われ、小編成ながら、ジャコの健在ぶりをアピールした。ほぼ同じ編成で、モントリオールでのジャズフェスティバルへも出演していて、その模様は、ライブインモントリオールとして、ビデオテープ版とレーザーディスク版で発売され、後に DVD 版でも再発売され、ライブ映像として残されている。 その後から晩年にかけてのジャコは、彼の健康状態や、気候や荒れた生活から来る悪評によりニューヨークのジャズクラブ等の多くから出入り禁止を受けるなど、業界から干された状況となっていく。しかし当時のニューヨーク以外では、この事実は知られず、ギター誌の表紙にもなり、ジャコ自身も多くのレコード会社やプロデューサーへ電話をかけるなどし、カムバックを画策していた。 小規模なギグ中心の音楽活動自体は続けており、マイクスターニやハイラム・ブロック、ケン・ウッド・デナード等々のセッションを行っていた。キャリアの初期のジャコは、ドラッグとアルコールを完全に避けた生活を送っていたが、ウェザーリポート在籍時よりこれらを使用するようになっていった。1982年にウェザーリポートを脱退した頃から、ジャコの生活は荒れ始め、 コカインに溺れたり双極性障害に悩まされた。これは二人目の妻イングリッドと離婚して以来悪化したという。同年の来日コンサートツアー中にも気候が目立つようになり、帰国後はマイケル・ブレッカーから勧められて精神病院へ入りリチウムを処方された。1986年の時点では、 彼の精神状態はさらに悪化し、アパートを追い出された後は、路上生活を送っていた。この年の6月には、前妻のイングリッドの助けを得て、精神病院に再び入院するが、年末には再び路上生活に戻っている。1987年9月11日、地元フォートローダーレールに来ていた。 サンタナのライブに無許可で飛び入りしようとしたところ、警備員に取り押さえられ、会場から追い出されてしまった。翌日未明、ミッドナイトボトルクラブという店に泥酔している状態で入ろうとしたところ、空手技能を持ち合わせたガードマンと乱闘になる。乱闘の際、コンクリートに頭部を強打、脳座症による意識不明の渋滞に陥ってしまった。病室では、 昏睡状態が続いて、一向に意識回復などの兆しが見られず、植物状態として、過労じて心臓だけは動き続けていた。親族による話し合いの末、ジャコの父親であるジャックにより人工呼吸器が外され、1987年9月21日、21時25分、親族と病院関係者らが見守る中、永民、 彼の生まれ故郷であるフロリダの地で35年9ヶ月余りの生涯を閉じた。暴行容疑で逮捕起訴されたガードマンのリュック平板は後の裁判で第2級暴殺罪が適用されたが4ヶ月の習慣の後保釈された。フェンダー社製の1960年製と1962年製ジャズベースを使用。 サントーンサンバーストの1962年製を購入後、そのネックは黒の1960年製の方に付け替えられ、1960年製の方は後年までフレットありのままだった。ジャコのトレードマークにもなっているベースオブドゥームと名付けられた1962年製の方は先に述べた1960年製のネック搭載であり、 1970年代前半にフレットが抜かれフレットレスに改造された。フレットが抜かれた指板にはパテ埋めを施し、指板全体には船舶の船底などで使用されるマリーンエポキシと呼称され、乾燥後には強く硬化するエポキシ樹脂製のクリア塗料が塗られ、ローズウッド製の指板をラウンドワウンドゲームのスレなどから保護していた。 当初、ジャコ本人が塗布したエポキシは剥離しやすかったため、後に、ジャコの楽器のメンテを裁判年まで手掛けた、ギターテクによって、デュポン社製のモールディング用、エポキシ樹脂を、ネックの周囲に型枠を組んで流し込み、それを、指板のカーブに合わせて1ミリメートルほどまで、薄く削り、研磨することで剥離が発生しにくい、エポキシ加工の改良が施された。 英国ロトサウンド社製の RS-66、スイングベースというラウンドワウンド弦を使用していた。一般的には、ロックミュージシャン御用達のベース弦だが、ラウンドワウンド弦の特性の明るい音質と、エポキシ樹脂でコーティングされた硬い指板との、相乗効果によるトーンが、彼の独特な音色を構成している。米国アコースティックコントロールコーポレーション製の、 オールディスクリート構成ソリッドステート回路のベースアンプモデル360プラス361の組み合わせとモデル320プラス408の組み合わせを主に使用。ウェザーリポートへの参加初期はモデル360プラス361のみだったが、その後は複数台並んだ状態でセットアップされ、ディレイおよびコーラスエフェクトとフレーズのループサウンドなどは 別々のセットから出力されていた。ウェザー、レポートライブアットコンボケーションホール、トロントウェザー、レポートライブアットコンボケーションホール、トロントベースを弾く際、基本的に右手のポジションは、ブリッジ側ピックアップの上端に親指を乗せ、人差し指と中指を伸ばした状態のままで、指の付け根を軸にして弾き、速いパッセージにも対応できる奏法をとっていた。 ソフトな音色が必要とされる時などは、ネック集端に親指を乗せたそのポジションで弾いたり、いわゆるスラップ奏法はやらなかったが、パーカッシブなリズムを出す際には、手のひらを指板に、言語と叩きつけるような奏法もとっていた。ウェザーリポートの、ヘビーウェザー収録、バードランドや、ナイトパッセージ収録、スリービューズオブ、a c クレットのイントロやソロの一節などでは、 親指を利用したピッキングハーモニクス奏法が随所に使われてこの奏法の場合には必要なハーモニクスの音ごとに親指で弦に触れる場所が変わるため曲全体を通すと様々なポジションで弾く非常に高度なテクニックでもあるまた演奏中にボリュームやトーンのノブを細かく調整していることがある一本のベースから多彩なトーンを得ようとするジャコならではの サウンドに対する執着心と細やかさが伺える。左手でポジションを応勤した状態から右手でハーモニクスを鳴らし、右手で低音源の1から5フレットをタッピングで鳴らす技も披露している。スタジオ録音においてはダブルトラッキングを行うことがあり、フレットレスの微妙なピッチコーラス効果を巧みに使用していた。この効果はウェザーリポートの ヘビウェザー収録、エイリーマークユーメイドや、ジャコパストリアスの肖像収録、コンティニウムなどで聴くことができる。この効果を、ステージ上で再現するために、MXR 社製デジタルギレイを使った疑似、ダブリング効果を用いていた。オーディオサンプリング機能の初歩的機能でもある、サウンドメモリー機能も使い、サウンドオンサウンド方式で、ソロパフォーマンス時における彼独自のスラッピングした。 フレーズなどをループさせて、特定のリズムを作り、その上でソロを弾いた。毎度おなじみの光景ながら、観客はそのパフォーマンスを楽しんだ。ライブ中でのベースソロ終盤には、おおむねディストーションをかけた状態でのハーモニクス奏法で、ジャコパストリアスの肖像収録、トレーシーの肖像を弾き始め、ジミヘンドリックスのサードストーンフロムザさんなどから、 有名なフレーズも引用したプレイの後、ベースを床に置きハーモニクスを鳴らしフィードバックが続いている中、突然とステージから消え、再び現れて、ベースのボリュームを絞りフィードバックを止めて、楽器を休める、といったような光景だった。ウェザーリポートでのコンサート時には興奮して乗ってくると、曲の途中で、おたけびのようなシャウトをあげたり、ジャコの蚊に歩きとしても、 有名になっている、素早い横歩きで、ステージ上を、右往左往する動きなどでファンを盛り上げていた。ジャコは、ウェザーリポート、ワード・オブ・マウス、ビッグバンド、ジャコ・パストリアス・バンド、ギル・エヴァンス・オーケストラでの来日など、数多くのコンサート出演として来日していた。そして、来日が途切れてしまった1985年、以降から死去する1987年までは、 上述の状況から国内及び海外メディアからの情報がほとんどなくなってしまい、ジャコの状況はファンにとってつかみにくくなっていった。ジャコ2014年制作。ありがとうございます。